ラブライバーによるラブライバーのためのラジオ、そんなもんとあるラブライバーのファンチャットラジオ、イエーイ。はい、というわけでですね、今回も始まりました。今回でですね、第12回目となりますけれども、とあるラブライバーのファンチャットラジオということでね、今回もね、私、ちょっとトーク力がある、いつもオティカチャンネルでおなじみ公平がですね、MC をやらせていただいております。今回も12回目よろしくお願いいたします。というわけでですね、今回で第12回目を迎えるというわけなんですけれども、長いですねやっぱり。まあね、というわけで、まあ引き続き、まあ今回もよろしくお願いいたします。ということでですね、まずはですね、ラブライブ公式ツイッターより出ている、ラブライブ全般にですね関する最新情報を、いろいろとお話ししていきたいと思います。はい、まずはですね、新情報といたしまして、こちらが出てます。はい、ですね、ラブライブの、ミューズライブコレクションがですね、現在発売中です。大好評発売中でございます。こちらはね、ミューズの今までの曲、アニメーション PV 等を含めた様々な曲がダンス付き映像がですね、もう完全にまとめられた90分にてまとめられた、もうブルーレイでございますけれども、本当にねこちらいいです。はい、僕もですね買いまして、先日開封動画を出しましたけれども、皆さんね、ぜひそちらもご覧いただければなと思います。まああの後僕見ましてね、すごい良かったね。あれでね、あれからのファイナルラブライブのブルーレイだからね、もう楽しみだよねという感じでございまして、でね、そのファイナルラブライブに関するお話もあるんですけれども、そのねメモリアルボックスについてくる特典のですね、絵柄を一部公開ということでですね、解禁されましたので、ちょっとそれもですねご紹介していきたいなと思います。まずですね、ファイナルラブライブのブルーレイに関するお話をさせていきたいと思います。ブルーレイメモリアルボックス、こちら一番高いやつで、ブルーレイのみの、封入となっておりまして、デイ1デイ2どちらも入っておりまして、お値段は、税抜きで18,000円、税込みですと19,000円ほどですか、もう もっとかな、はい、します。はい、まあね、決してね安くはないかと思うんですけれども、まあね、ライブの DVD なんでね、もういいでしょすごいということでね、皆さんね、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。という感じで、そちらのにね、ついてくる、法人特典というのがあるんですね。法人というのはまあお店のことなんですけれども、そちらの法人特典についてくる、さまざまなものがあるんですけれども、それらの画像が公開されたので今回はご紹介していきたいと思います。ですね、公式サイトに載っている、上から順にご紹介していきたいなと思います。まずですね、ゲーマーズからご紹介しましょう。ゲーマーズはですね、ほのかの、ブロマイドホルダーとなっております。はい、ブロマイドホルダープラス、これはライブ写真のエルハンプロマイドっていいのかな、はい、その2つがね、特典としてついているんですけれども、ゲーマーズは高坂ほのかバージョン、ほのかバージョンとなっております。はい、そしてですね、2番目はですね、アニメイトですね。アニメイトは私推しの錦野真希、真希ちゃんで、の、プロマイドホルダーとライブ写真のプロマイドが入っております。はい、まあね、皆様ね、この発言をね聞かれて、まあ大体ご想像ついてるかと思いますが、私はもう当然アニメイトで予約をいたしました。はい、もうすでに予約してましてね、ちょっとねまだあのお支払いはしていないんですけれども、まあね、近いうちにまあ暇があればアニメイトに行って、まあ先にね前払いでもいいからお金支払っておきたいなと思ったんですけれども、そしてこのままどんどんご紹介していきますけれども、タワーレコードではですね、星空りんちゃんということで、タワーレコードって俺はあんまないですね。うちの近くにもないかな、多分。あんまり聞かない名前ですけれども。タワーレコードでは星空凛ちゃんが入っております。はい。そして、ツタヤでは、綾瀬エリー、エリーチカが、
の、ブロマイドホルダーとなっております。はい。そして、虎の穴と BVC というですね、これはあれかな、 BVC っていうのは多分バンダイビジュアルクラブのことなのかな、うん、だと思うんですけど、そちらでは、小鳥ちゃん、南小鳥ちゃんバージョンのブロマイドホルダー等がついております。はい。そして、ソフマップではですね、矢沢ニコバージョン、ニコちゃんバージョンのブロマイドホルダーと、ライブ写真付きの、ブロマイドが入っております。はい。そして、セブンイレブン、セブンネットショッピングっていうんですか、はい、こちらでは、東条のぞみバージョン、のんたんの、ブロマイド等が入っております。まあいわゆるこれあれですね、セブンイレブンのオンライン、まあネットショップですかね。はい。ネットショップでは、まあ、のぞみちゃんのが手に入るという感じでございます。はい。そして、HMV、ロッピーという、これ僕全然名前知らないんですけど、うん、こちらでは、海ちゃんバージョン、園田海が、ブロマイドとしてついております。はい。そして、ネオウィングですかね。ネオウィングでは、ネオウィングとあと楽天ブックスもですね、楽天ブックスとネオウィングにおいては小泉花代バージョン、カヨチンバージョンがのブロマイドが、入っております。はい。はい、という感じでね、そして、特典内容にファイナルライブのキービジュアルロゴ仕様ということでですね、これはあれなのかな、アニメート等ではもらえないんだけど、ブロマイド等はもらえないんだけど、また特典内容2として、要はまた別で、別のお店であるということなんですかね。はい。キャラーニというお店、これも僕全然知らないんですけど、こちらでは色紙がもらえます。はい。ね、あの、ファイナルラブライブのあの、絵があるじゃないですか。9人の僕悲観の衣装着てる。あれにサイン付きのやつがありますね。はい。まあね、僕ね、ライブビューイングに行った際に、それにね、似たような感じのポストカードもらいましたんで、まあいいかなという感じでございます。はい。そして、アニメが、文教堂っていう、これも僕全然知らないんですけど、こちらでは、マイクロファイバークロスがもらえます。はい。デザインは似たような感じですね。はい。そして、ワンダーグー新生堂、全く知らないですね。はい。こちらのタンブラーが、もらえます。はい。という感じでね。そして、特典内容3ということでですね、これもまた別です。はい。別なんで、アニメートや先ほど言った、色紙等がもらえるアニメガやワンダーグーとかではもらえません。はい。そちらでも、特典内容3といたしましては、キャスト9人の集合ライブ写真仕様、Amazon ですね、これはの 特製ボックスがですね、これ Amazon で買った方はついております。こちらが、はい、これまでのライブパッケージ BD 商品鍵と、対象のファイナルライブボックス商品を収納できる特製ボックスが入っております。今までですね、ライブ、ラブライブの、ミューズのですね、ライブはですね、過去に、ファイナルライブ含めて、5回ですか、5回行われているんですけれども、5回ともですね、その全ての、そのライブのね、パッケージ、まあいわゆる CD ブルーレイボックスとか、ああいうのですか、はい、ああいうのが収納できるボックスが Amazon で買われた方はついてくるという感じでございますね。はい。そういう感じなんですけれども、まあね、楽しみだね。うん、もう9月の下旬がね、本当に待ち遠しいよ。あとね、それまでには俺もう一回ね、布施川コラボカフェ行きたいと思っておりますので、はい。あ、もしね、あれ日程がね合えば、もあのお会いしたいとも思ってますので、こうご期待ください。はい。あの布施川コラボカフェね、あの行く日にち、まあ言えたら言おうかなと思ってますので、あの皆さんね、ぜひ僕に会いたいよとかいう方がいらっしゃれば、秋葉原まで来ていただければなと思います。まあ、日付はね、後々後日また行っていきたいのだと思いますけれども。はい。まあ、ファイナルラブライブに関する情報は、最新情報は今のところこれが一番新しい情報ですね。はい。はい、そしてね、まあ、このね、ラジオが配信されている頃には、
8月27日ですので、ラブライブサンシャインみんなで上映会第2回目が行われておりますでしょう、新宿ピカデリーで。まあね、これもね、皆さん、現地勢の方、楽しんでいらっしゃいますかと思うんですけれども、ね、まあね、今ねちょうど盛り上がってるところでしょう。はい。まあ、今回はね、1年生キャストの方々ということでね、まあ楽しんでいただけますでしょうか。はい。まあ、今回ね、僕はあえて申し込みませんでして、まあ用事があるっていうのもそうなんですけれどもですね、すごいのがね、俺の友人ね、もう普通にひょんひょん現地当たっちゃってるからね、ピカデリー。ほんとすげえよなと思ったんだけど、もう本当にね、もう何も言えねえよっていう感じでございますけれども、まあそんな感じでございます。そしてね、雑誌情報もいくつかご紹介していきたいなと思います。電撃ジーズマガジン10月号が8月の30日に発売がされます。こちらのですね、表紙が、前回は2年生9月号は、2年生だったんですけども、今回は1年生メンバーが表紙として登場されております。はい。まあ、今回もね、青空ジャンピングハートの衣装を着てやっておりますけれども、なんかね、みんなこうクロスしちゃってる、あの表紙見た方だったらわかるかと思うんですけど、なんかいいよね、何のクロスなのかちょっとよくわかんないけど、イエーイみたいな感じでなんかやってんだよね。なんかその若々しい感じがね、いいよね。まあそんな感じでございますけれども、はい。まあね、こちらの10月号もね、8月30日まあ近いうちに発売されると思いますので、まあね、皆さんもぜひ買ってみてはいかがでしょうか。はい。そして、その10月号、同じく10月号の表紙に、はニコマキが登場するという、あ、すみません、電撃ジーズコミックの方ですね、ジーズマガジンです、先ほどの、はい、マガジンじゃなくてジーズコミックの方やラブライブ、本編のラブライブの方の、ニコマキが表紙として登場がされております。はい。これはコミック等が結構入っている雑誌なんですけれども、まあ、こちらもがね、表紙になっているということで、まあ、合わせてお買い上げされる方も多いんじゃないでしょうか。はい。という感じで、まあ、雑誌情報に関しては、以上が、まあ、一番新しい情報でございます。現時点では。はい。というわけでですね、じゃあもう一つぐらい情報言っておきましょうか。ね、クラブセガよりですね、キャンペーンのお知らせということでですね、こちらも大変豪華なキャンペーンでございますけれども、タイトル名はですね、ラブライブサンシャイン、あ、もっとラブライブサンシャインキャンペーンということでですね、概要をご説明いたしましょう。株式会社セガエンターテインメント、まあセガですね、セガではラブライブサンシャインテレビアニメ放送記念キャンペーン、あ、こちら今セガでやってますね。はい。いろいろね、クラブセガとか行くと、いろいろ、まあ、もらえたりしますんで、はい。まあ、こちらがですね、好評につき、秋葉原のセガ4店舗と、静岡県三島のサントムーンの店舗の合計5店舗におきまして、もっとラブライブサンシャインキャンペーンを実施いたします。ポストカードプレゼントということでですね、これから、ちょっとね、概要はこの後詳しく説明していきますけども、まあ、嬉しいね。もともとね、セガコラボカフェに関しては9月の29日まで、やる予定だったんだけど、さらにね、キャンペーンが増量されたということで、増えたということで、追加されたということで、これ嬉しいね。うん。ぜひね、このね、9月中もいっぱいセガ行きたいと思っておりますけれども、まあね、このキャンペーンの概要をご説明いたしましょう。キャンペーン対象店舗、これキャンペーン対象店舗って言ってますけど、秋葉原とかじゃなくても多分大丈夫だと思いますよ、このポストカードに関しては。はい。多分これは全国のセガでもらえます。はい。ご心配なく、セガコラボカフェとか辺に関してはあれなんですよ、あれは秋葉原じゃないと、秋葉原のクラブセガじゃないとダメなんですけど、こういうポストカードプレゼントとか、そういう来店プレゼント券に関しては、多分全国のセガという名前が付くゲーセンだったら多分大丈夫でしょう。はい。という感じでね、キャンペーン対象店舗にご来店いただいた方に来店プレゼントとしてポストカードをプレゼントいたしますということで、ポストカードがですね、9人のメンバー全員が写っている冬服制服の、ポストカードでございます。これもぜひ欲しいですね。はい。ほんとね、セガ行く機会増やしてくれるよね。という感じでございますけども、そしてね、これね、もう9月中にはこの日絶対に行っときたいなと思ってるんですけれども、
桜内梨子バースデーカードということでですね、こちら9月19日、9月19日が桜内梨子の誕生日なんだよ。桜内梨子の誕生日、セガに行かないわけないだろうということでですね、もう当然行きます。はい、行きます。はい。何回言ってんだ、行きますって。まあそんな感じで、キャンペーン対象店舗にご来店いただいた方に来店プレゼントとして、桜内梨子バースデーカードをプレゼントいたしますという感じで、まあこれも欲しいね。欲しい。ぜひね、買いたいところでございます。欲しいところでございますけども。まあ多分ね、そういうこともあって、19日にね、僕ね、行くとかと思います。セガには確定でね。はい。そしてその、わずか2日後です。2日後には、黒沢ルビーちゃんのバースデーカードも配布されるということで、2日しかないんだよね、誕生日の違いが。でまあそのルビーちゃんのね、誕生日のバースデーカードもプレゼントされるということで、まあこの日も行くね。行っちゃうね。もうほんとね、あれね、セガが増やしてくれるよね。クラブセガに関しては。クラブセガってかは、セガに関しては。ラブライバーの弱みにつけ込むんだよ、こうやって。嬉しいけどなんかちょっとね、なんかめんどくささを感じさせるような感じもございますけれども。まあでもこれは嬉しいからね。これ行きますよ。はい。そういう感じでございますけれども。まあ、あとね、クリアブロマイド配布等や様々なイベントが予定されているということで、皆さんね、9月中はセガ行きましょう。はい。ラブライバーだったらセガには行くべきです。はい。という感じでございます。ですね。まあ、あと、その他にもいろいろと情報があるんですけれども、まあ、各自ですね、皆様ご情報を、ラブライブ公式ツイッターにおいて、いち早く掲載されております。毎回いち早く掲載されておりますのでね。ぜひね、ご覧いただければなと思います。はい。まあ僕からの最新情報はこんな感じですかね。はい。まああとね、東京ゲームショウでのいろいろ番台出店とかもあるんですけれども、まあそれらはね、皆さんがご覧いただいて、はい。という感じでございます。はい。というわけでですね、動画ももうそろそろね、動画じゃないや、ラジオもね、もうそろそろ後半戦に入ってきたということで、ここからですね、アニメ本編のお話等をいろいろしていきたいなと思っております。はい。というわけでですね、じゃあまずは、前回のアニメを振り返ってみようということでですね、前回、先週の土曜日ですね、に放送された、第8話、悔しくないの、まあ、こちらが放送されましたね。まあ、ご覧いただいている方が、まあ、大半なんじゃないでしょうか。はい。ということでですね、まあ、皆様こちらね、見ていただいた感想、もうね、多分みんなもう、言いたいことはわかると思う。あのね、俺も同感だ。あのね、俺もね、そろそろね、アニメ自体がね、もう後半戦に入ってきて、だんだんね、確信ついてくるような、そういう話へとなって いきつつあるの。まあ、それは分かってんだけど、なんかさ、あれだよね、もう、俺のメンタル限界よ、本当に。俺もね、今ね、メンタル維持してる状態でね、なんとか維持してね、見てる状態よ、本当に。でもこの8話でね、かなり現実を見せられたなと。まあでもそれがね、そういうのがないとやっぱり面白みがないからね、っていうのもあるけれどもね。はい。まあでもそういうのを乗り越えてね、やっぱり輝いていくものなんだなっていうのは余計に実感しましたね。はい。という感じでございますけれども、まあね、ノーブランドガールズの時の方がまだいいよね。まあ何言ってんだということでございますけれども。まあこちらの悔しくないの、ちょっとね、概要をお話ししていきますと、前回の第7話、東京でですね、アクアたちみんなが東京スクールアイドルワールドというイベントに、登場するために、依頼が、舞い込んできまして、それで、彼女たちは上京したんですね。はい、上京しまして、で、その際にですね、セイントスノーが多分出てきたと思うんですけど、あのね、まあ、俺が散々言ってるバク転スクールアイドルですよ。バク転するぐらいだったらオリンピック出ろよっていうね、そんなね、俺が愚痴ってたスクールアイドルですけど、あの人たちと、とうとうパフォーマンスをね、まあ、いわゆる対決し合うみたいな感じになったんですね。はい。
まあね、セイントスノーのね、曲はね、まあ、アライズ的な立場なのか、やっぱりね、ロックな曲でしたね。はい。あれもね、ある意味 CD としてね、売ってくれたら面白いのにね。そういう感じでございますけれども。まあね、それであれ、ね、あれ、まあ、皆さんね、その、披露されたということなんですけども、30ユニットその東京スクールアイドルワールドでは参加していたんですよ、スクールアイドルたちが。はい。なんですけど、そのアクアに投票した来場者は、ゼロでした。投票したか、失礼しました。投票した来場者はゼロで、もちろん、30ユニット中結果は、30位と、まあ最下位という風になってしまったわけなんですけれども、まあこれでね、自分たちの前にある大きな壁を目の当たりにしたメンバーはそれぞれに悔しさを募らせると、いやそれは悔しくはなるよ、俺だってね、なんかのあのね、あのあんまり言えないけどね、順位が3ビリだった時はね、悔しくはなるよ、ちょっとね意味深だったね今の発言、やめとこうかこれ以上は、そういう感じなんですけど、まあここから皆さんのご想像にお任せしますけど、はい、まあね、それはまあ悔しくはなるな、それでね、でも明るく振る舞ってたね、まあみんなに気遣ってたんだろうね、やっぱリーダーだからみたいな、散々ね自分のためになんかスクールアイドル始めてね、みんながなんだろう付き合ってくれてるみたいな風に思ってたんだけど、そうじゃなかったと、これこそが真の友情なんだみたいなのを思い知らされた回でもありましたね今回は。はい。でね、チカちゃんも本当は悔しかったっていうのをね、とうとう前面にぶつけてね、みんなにね、それでまあね、相変わらずのね、ラブライブではおなじみの、まあ、天候操作ですよね。はい。もう本当に天候操作でね、見事にアニメをね、雰囲気を最後になってね、盛り上がらせてくれて、まあ、それで、そういう感じで終わりましたけど、ね、個人的にね、すごいね、印象に残ったのがね、リコちゃんが、後ろから追っかけんじゃん。最後あたり、海のところで。あそこ俺も行ったんだけどさ、そこでさ、後ろからこう、バーってなるのが、そこうさ、なんかすごい心配そうにさ、なんかかけてくれたのがさ、すごいよね、あれでね、俺ちょっとジーンときちゃったもん、やっぱりなんか一心同体みたいな感じだよね、これでなんだっけ、やっと自分に素直になれたねみたいな、これすっげえジーンときたもん、これちょっとね、ある意味俺のメンタルが崩壊しかけた瞬間でしたけれども、本当にね、それはすごい、なんか感動しました。はい。まあね、そんな桜内理子を私は推しております。はい。そういう感じでございますけれども。はい。まあなんでね、まあ関係ないですけど、セガには行きます。絶対に、9月19日はセガに行きます。はい。そういう感じでね、まあね、皆様ぜひね、あれね、こちらの第8話、まあ改めて見直してみたりとかね、まあ、してみてはいかがでしょうか。はい。まあ、そんな感じでございますけれども。じゃあね、まあ、こっからは、もう残り、5、6分ほどしかないかと思いますので、こっからはですね、ちょっとすいません。こっからはですね、次回の、まあ、この後放送されるであろう、第9話、第9話を、いろいろとね、飾っていけたらなと、思います。はい。というわけでですね、まあね、次回の第9話、ね、まあね、次回のその第9話ね、まあこの後放送されるということなんですけども、なんかね、第8話の時もそうだったけどさ、あれなんか毎度毎度その1年2年、要はアクア、現段階でのアクアっていうのとさ、並行して、3年生たちもさ、ちょっとずつではあるけどさ、話が進んでってるよね。
だからさ、その辺がどうなるのかっていうのも、ちょっと気になるよね、っていう感じでございますけど、本当に3年生の展開は確かにそういう意味では気になります。はい、まあそういう意味でね、まあここからまあちょっと語っていきましょう。ですね、お次の第9話はですね、タイトルが、未熟ドリーマーです。はい。あのね、もう、ほんとタイトルが革新なんだよ。うん。第7話の時の東京も革新だったけど、未熟ドリーマーってこれどういうことだ？うん。これね、なんかね予想なんだけど、これ曲名じゃないかなって気がしてきたんだよね。うん、未熟ドリーマーね、なんか曲名っぽいんですよ。うん、ネットでも散々言われてますけど、まあこれはね、これはあくまでも俺の予想なんですけど、ダイヤが入るか、それかマリーと、カナン、この二人が入るかのどっちかによって曲が多分完成するんですよ。うん、どうなんだろうね。でも多分ダイヤかな、入るとすれば。それかもう3年生一気にバッと入っちゃうぜみたいな感じで入るかなんだよね。うん、ただね、その予告編のね、ちょっと一部ね、ちょっとまあ見たんだけど、あの8話終わりにね見たんだけど、なんか見た感じね、3年生がまたなんか中心になってたね。うん、まあやっぱりね、アニメ自体もね、あの後半戦に突入したということで、まあ3年生が出る回もね多くなってね、それこそね、存在感がねだいぶ少なかった、おはらまりじゃない、すいません、カナンに関してもだいぶ存在感が出てきまして、まあ今後どうなんだろうっていうのはある意味ね、ほんと気になるところがございますけれども、曲名なんだろうな、でもやっぱり、うん、そんな気はするよね。はい、まあ、ただね、どう話、あの第6話ぐらいまではさ予想ついたじゃん。なんでかっていうと、あのメンバーを募集するみたいな、集めるみたいな感じだけだったから、うん、集めるとかそういうなんていうのだけだったから、あ、次回こいつ入るなみたいな、それこそさ、ヨハネ打点の時なんかさ、あ、もう次で間違いなくヨハネ入るなみたいな、そういう確定づいてたじゃん。でもさ、それはちょっとさ、そのなんていうんだろう、そこまでは良かったけど、その先がさ、もうだんだんタイトル変わってったりなんなりとかしてさ、予想がつかないつつあるからさ、どうなんだろうね。あ、まあその辺は本当に気になるところでございますけれども、あれね、まあでもまあ楽しみにしていきたいなと思っております。はい、まあという感じでね、もうそろそろね30分経とうとしておりますので、じゃあね、まあここら辺でね、まあお開きにしたいなと思います。はい、というわけでですね、まあ今回で第10回目でございましたけれども、皆様ね、ここまで長いね30分もの長いラジオをねご覧いただき、まあそしてね聞いていただき、ありがとうございましたという感じでね、よろしければ皆さんね、ぜひぜひこのオティカチャンネル登録していただければ嬉しいですね。このチャンネルね、最近ラブライブ、本当にラブライブだけになっちゃってますけど、それ以外の動画もね、たまにですけどアップしたりとかしてますので、本当にね多種多様なチャンネルをね目指してね、これからもどんどん前へと進んでいくような感じでございますので、皆様ね、ぜひね、チャンネル登録していただければとなと思います。あとね、クオリティのね、高い動画をね、目指して、このチャンネルは動画を作り続けておりますので、よろしくお願いいたします。というわけでですね、じゃあこの辺で本当にお開きにしたいなと思います。というわけでですね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。お送りしたのは私、ちょっとトーク力がある MC 浩平、オティカチャンネルでおなじみ浩平がお送りいたしました。
というわけで皆さんさよなら、バイバイ、イエーイ、バイバーイ。